早川高久。イーグルス先発早川です。今日がプロ3度目の登板先発ということになりました。立ち上がりご覧いただきます。先頭の周東にヒット、それから盗塁を許してノーアウトランナー2塁、まあ、いきなりピンチを迎えますけども、この後今宮、柳田、そしてグラシアルと3者連続三振、落ち着いた立ち上がりを見せます。ホークス先発、これが2シーズンぶりの先発マウンド松本です。その松本から2回先頭バッター浅村出たんですけども、今日5番の鈴木大地セカンドゴロゲッツーで、この後小郷も打ち取られます。これはセカンドのシュート、ナイスプレーでした。0対0で3回です。さあ早川この回2アウトランナー2塁、得点圏にランナーを置きましたけれども、今宮から三振、この試合4つ目の三振を早川も取りました。4回です。この回はノーアウトランナー2塁1塁、ヒットとフォアボールのランナーでデスパイネ、これがレフト線へ先制のタイムリーツーベース、1対0となります。さあ1点を先制されて、この後3塁2塁ワンアウト、ピンチで中村晃を迎えますが、ここはセカンドライナー、ダブルプレーを取りました。1点でしのいだ早川です。さあその裏、松本からなかなかチャンスが作れない中、ツーアウト満塁チャンスを作ったんですけども、最後は小郷がファーストゴロ、同点に追いつくことができませんでした。5回です。早川も我慢のピッチングという中で中盤に入ってきますけども、そんな中松田、そして周東から三振を取って、この試合6つ目の三振、そして6回今宮から今日7つ目の三振で、この後グラシアルにヒット許しますけれども、そして2アウトまで来て、この栗原にヒット許したところ、まあ、ここで早川はマウンドを降ります。2番手は安楽です。変わった安楽、フォアボールデスパイネに与えて満塁のピンチでしたけれども、中村晃を最後はホーク、出しました。7回です。この回も安楽マウンドに上がります。先頭の松田、続く回、これで2アウトとすると、周東からも三振を取ります。前の回から4者連続三振、素晴らしいリリーフでした。そして8回ソンチャーホー、ソンチャーホーもこれ今宮柳田の連続三振で、この後ランナー出しますけれども、浅野のスタートキャッチャーの太田が立ちました。さあ8回はホークスモイネロが上がっています。そのモイネロからランナー2塁1塁、チャンスを作れましたけども、鈴木大地三振。9回です。ビハインドのところ酒井がマウンドに上がりました。その酒井ランナー1塁を置いて中村にタイムリー許します。2対02回の表ホークス追加点。そして9回は抑えの森がマウンド、ツーアウトになって代打岡島がサードゴロでゲームセット、まあ、今日も接戦になりましたけれども、2対0ホークス勝って、これでイーグルスの連勝ストップとなってしまった今日のゲームでした。